はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、神戸医学院のフォーアイキャンパスなんですけれども、先ほどまでですね、こちらで授業をしておりました。今日は、初回のガイダンスということで、夏休みが長いんですよね、初回のガイダンスということで、しっかり動くというよりはですね、ほっとみんながびっくりするような、あの生態的な、あの運動を紹介して、あ、開脚がこんなにしやすくなったとかね、あ、姿勢が良くなったみたいな、ちょっとワンポイント的なね、動きを紹介しながらも、初回なのでですね、自己紹介をしてもらったりとか、ちょっとレクリエーション的にですね、お互いにこうね、コミュニケーションを取れるような、そんな感じで進めました。ね、この授業が始まる前までの授業で、ね、ずっと座ってね、講義を受けている授業だと、みんなすごくね、キューッとなってるんですよ。頭も重たい、もうなんかね、体がもうグーグーッとね、緊張してるというかですね、疲れたって言ってくるんですけれども、ね、その疲れたはですね、体を動かしてないから、体肉体的に疲れてるんじゃないですね。脳疲労なんですよね。脳の酸素不足なんですね。じゃあその脳の酸素不足を補うにはどうしたらいいかというとですね、やっぱり運動が効果的なんですよ。うわーっとね、全身に血の巡りを送ると同時に酸素が巡るんですよね。なのでとっても効果的です。だからこの授業に、ね、来る前はみんなドヨーンとお疲れモードだったんですけども、だんだんね、表情も良くなって、すっきりどうすっきりしたでしょうさ、ファーンとかしてね、帰っていきましたけれどもね、まあ、というか私はですね、みんながすごくね、笑顔になって、楽しいなーなんて、言ってもらえる授業にしたいなと思っているんですけれども、まだまだ未熟な点ばっかりです。まあ、みんなのおかげでね、私の方がいい気分にさせてもらってるんですけれどもね、でヨガの授業を持ってるんですね、この神戸学院では。でも巷のヨガとはちょっと違うと思います。私流です。いろんなものをミックスして、生体法とかいろんなものをミックスして、ダンス的にね、ヨガをダンスヨガをしたり、リハビリ的なものを入れたり、レクリエーション的なものを入れたりと、まあなんせね、みんなと楽しみたいななんて思っているんですね。だってヨガっていうのはイコールポーズじゃないんですよ。ハッピーに生きていくための知恵ということで生まれましたから、物事の考え方とかライフスタイルの過ごし方とか、いろんなことを含めてヨガなんですよね。で、それと同じ考え方なんですけども、健康で元気でいるっていうためにはですね、また運動のスポーツのパフォーマンスを良くするっていうためにも、運動だけじゃない仕事のパフォーマンスを良くするにも、やっぱり体と心が元気であるってことが大事なんですよね。そうすると、いろんなことをね、を盛り込みながら進めていくことが大事かななんて思っております。はい、またなんかちょっと余談なことばっかりお話しましたけれども、皆さん普段ね、姿勢についてどうですか？何か気をつけてますか？ちょっと、そうですね、今日も学生のみんなに多かったパターンがですね、少し離れますから、声が聞きにくいかもしれませんが、こんな感じの姿勢、骨盤がこう前に出てる姿勢の人や、または頭がちょっと前に出てるパターン、多いんですよ。皆さんはどうですか？で、私は反り腰なんですって言うんですけども、反り腰っていうのは、ここの腰のところがこう反っているのが反り腰なんですが、どちらかというとですね、ここの腰椎そのものが反っているというよりは、体がちょっと前に倒れているっていう感じの人が多いんですよね。じゃあこうなっているときはどうなっているかというと、この前側が縮こんじゃっているんですね。こういう姿勢の人もですね、ここの前側、座っている時間が長いとどうしてもこの辺が縮みます。そして頭が前に行きやすい方も、ここの前側が縮こみやすくなります。まあ、猫背の姿勢の人もですね。だからこれを改善するにはぐっと広げないといけないですね。そして骨盤がこうなってる人もこう立たせないといけないんですよね。はい、ということで皆さん、今から一緒にやりませんか？スリムボディになります。お腹も引き締まります。そして腰が楽になり、姿勢が良くなっていくワークをやりましょう。さあですね、今日もね、みんな動く前に写真を撮ってもらったんですけども、もう物の本当にちょっと動いただけで姿勢が変わりましたからね、一緒にやりましょう。はい、それではですね、これが前傾で、そしてここの肩甲骨のところを寄せます。肩甲骨を寄せると、ここの前が広がります。はい、では、この逆で前に骨盤を
押し出すんですけれども、骨盤自体は後ろに倒れているのと後傾です。そしてここの寄せた肩甲骨は楽な位置にします。はい、じゃあことに、はい、アーチ、背骨が反ってる感じ、アーチ、肩甲骨寄せて骨盤が前に倒れてます。はい、肩甲骨の間が広がって骨盤は後ろへ倒れてます。さあ、じゃあ行きますよ。1、2、1、2。そしてちょっとここの喉を伸ばしたいので、やや目線を上に、はい、1、2、1、2、1、2。はい、ここまでやるとですね、今日学生のみんなはですね、初めてやる動作だから、ガヤ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 、ワワワワってね、楽しそうに笑ってました。はい、では腕の動きを加えて1、2、1、2。さあ、何かスポーツをしている方であれば、体のセルフメンテナンスでもあり、調子が良くなります。はい、回します。1、2、3。はい、この延長で手を、骨盤のこの前後が伴うと腕が回しやすい、持ち上げやすいです。はい、では2つ目なんですけども、今前後に動いたんですね。で、今度は横なんですが、骨盤を右に左にで足を自然に曲げます。1、2、1、2、1、2。そして肩を交互に1、2、1、2、1、2。あまりね、ゆっくりすぎるとかえって動きにくいんですけれども、この肩と骨盤が反対同士になってますかね。どうですか。はい、腕の動きを組み合わせます。1、2、1、2。はい、脇腹を気持ちよく伸ばしましょう。はい、1、2、1、2。はい、肘を曲げてテンポを変えて1、2、3、4伸ばします。1、2。はい、1、2、3、4伸ばします。伸ばします。はい、1、2、3、4。ぐるぐるシェイプですね。はい、後ろにふっふって、この時にこうお腹の下腹から振り返る感じで、後ろへ後ろへ後ろへ。はい、テンポを早めます。1、2。軽い膝の曲げ伸びも入れましょう。はい、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、早めます。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、もっと早めて、ブル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 、ストン、ストン。はい、ブル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 、ストン、ストン。はい、ブル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 、ストン。はい、回します。どちら回りでもいいですよ。この辺の筋肉が引き締まりますね。はい、1、2、3、4。ブル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 、ジャンジャンジャン。はい、回しやすい方に、1、2、3、4。ブル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 、ジャンジャンジャン。最初の動きです。肩甲骨を寄せたり開いたり、骨盤が前後です。はい、そして上に体を引き上げて1、2、1、2、1、2。はい、肩回し1、2、1、2。はい、腕を回します。ほっほっほっ。どうですか。すっきりしますよね。はい、後ろへ後ろへ。背中の凝りも取れますね。はい、横です。1、2、1、2、1、2。はい、ブル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 、ストーン、ストーン。ブル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 、ストーン、ストーン。はい、ブル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 。痩せ痩せに体質になります。痩せ筋体質にもなります。はい、後ろへ後ろ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 。はい、ぐにゃぐにゃぐにゃ。はい、ストーン、ストーン。ぐにゃぐにゃぐにゃ、ストーン。はい、回しましょう。1、2、3、4。ブル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 、ホッホッホッ。はい、回しやすい方、1、3、4。ブル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 、ホッホッホッ。じゃあこのままですね、ブラ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 、一緒によかったら声を出しませんか。声を出すとワクワクした気分になるのと同時に息をしっかり吐けます。はい、あーふう、あーふう。はい、ツイスト、あーはい、ふう、はい、ふう。はい、一緒に行くよ。立ち上げましょうか。はい、ほう、はい、ほう。はい、回します。1、2、
さあ、前から引きましょう。1、2、さあ、側屈気持ちよく。1、2、3、ブラブラブラ。はい。1、2、3、ブラブラブラ。はっはっはっは。ここの胸の骨を上に、そしてここの前を伸ばしましょう。戻してきましたら手をついて、そして足をポン、そして前に移動しますね。はい、ぎゅーっと反るというよりは体を上に引っ張って背中をぐにゃぐにゃしましょう。口も動かすとなお効果的。はー、はい、上下動をします。はー、ぐにゃぐにゃぐにゃ。さあ、そして持ち上がって前にポンとジャンプです。そしてこのままですね、股関節のところをぎゅーっと気持ちよく伸ばします。はあ、もしも伸ばせたら伸ばしてください。はあ、グー。そして足を伸ばした方は近づけます。脇腹を気持ちよくブラ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 。反対もブラブラブラ。さあ、ついてきてますが、片足を前、そしてガバッと後ろで気持ちよく、ふー、ちょっと起こせましたら起こして、わー、グー。ここが伸びてますよね。伸びてきてしまってます。足の調子も良くなります。入れ替えましょう。はい、ここが伸びてますよ。ぐーっと引き上げてた、引き上げて、はー、ふ。そしてもう一回、体の前を広げるのは大事なので、座ったままでもいいですが、よかったら、うわー、気持ちよくね。ぎゅーっとお腹もお尻も引き締まる。またよかったら伸ばしてみましょう。はあ、はあ、って思いっきり声出しちゃいましょう。はい、ではしゃがみやすくなってるんですけど、どうですか。さあ、じゃあしゃがみやすくなってきたところでですね、起き上がります。ほっ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 、しゃがんで、1、一緒に頑張ってみませんか。2、足腰上部にしましょう。3、頑張りましょう。4、頑張りましょう。はい、5、はい、6、はい、7、はい、頑張りました。8、はい、9、はい、あと1回、うわー、はい、そしてほっ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 。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。こうなっているときはここの前側を広げる必要があります。固まってました。こうなりやすかったのはここを縦に広げる必要がありました。ということで、体のいろんな整体法を入れながら動きを、行ってみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。何度もやっていただくとかなりシェイプアップ効果が高まります。そしてどうですか、今しゃがみやすくなってたと思うんですけれども、それと姿勢がグッとね、胸が広がっていい姿勢が取れた感じが得られているかと思います。はい、ということで皆さん今日も最後まで、お付き合いくださいましてありがとうございました。グッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。インストラクターの大江でした。またねー。